デザインチャンネルおはようとは、戦場帰りのグラフィックデザイナー、おはよう先生が、デザインが絡んでいれば、基本、企画は何でもあり、をコンセプトに始めたデザイン番組です。今回は、YouTuber のみんながサムネや字幕で使っているフリーフォントを紹介、おまけで、これ使えそうと思ったフォントも紹介します。日本語フリーフォントといっても、カナとローマ字のみのものも入れると、たくさんあります。でも今回は漢字の量がちゃんとあって、使えるフリーフォントを選んでみました。ぜひ最後までご覧ください。そして活用してください。それではレッツゴー。はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日はね、YouTuber の皆さんがテロップ、まあ字幕とか、あとサムネイルで使っているフォントを集めてみました。あと個人的にね、いいなと、これどうかなっていうフォントも紹介したいなと思いますので、基本的に漢字が漢字がちゃんと揃っているフォントをね、集めてみたので、なんかカナとローマ字のみっていうね、フリーフォントも合わせるとめちゃくちゃあるんだけど、それだとね、通常業務とか、まあ、YouTube だとすごい使いにくいと思うので、そういうのは省いてちゃんと漢字が揃っているものを厳選して選んでみたので、ぜひ最後までご覧ください。はい、最初に紹介するのが、ひらぎの覚悟シックです。ちょっとずっと出してたけど、ひらぎの覚悟シックは本当によく使われてるのを見ますね。なんでかというとね、これ Mac 持ってる人だったら誰でも使えるよね。誰でも使えるフォントなのでみんな使ってると思います。多分、ひらぎのとかこういういいフォント使いたいから Mac 買ってるっていう人いると思うんだけど、本当にスティーブ・ジョブズにね、感謝ですけど、ひらぎのの特徴としては、どういう文字を組んだとしてもすっきり見せてくれる。画面がすっきり見えるっていうのが特徴かなと思います。なんか変な癖がないので、こう画面を壊さないっていうのがいいところかなと思います。あとね、ウェイトの幅がね、これ見てもらうと0から9まであるんよね。0から9まであるフォントって本当になかなかないので、そういった意味で、ひらぎので全部統一できるっていった意味でもデザイン的にも、まあプロでも全然使ってるしね、使い勝手がいいフォントなのかなと思いますね。で、ひらぎの覚悟シックもあれば、ひらぎの明朝も使います。ひらぎの明朝も同様にすごい使いやすい、スッキリとねまとまるフォントになっております。ウェイトの幅もめちゃめちゃ幅が広いという感じですね。もうW8までいくと、このゴシックの4ぐらいだと負けないんじゃないかなと思いますね。同様に組んでみてもね。で、Windows の人はね、ユーゴシック、ユーミン朝が使えるかなと思います。ユーゴシック、ユーミン朝もとてもね、優秀な。まあ、ひらぎの持ってなかったらこれでいいかなと思います。なんて言ったってね、このユーゴシックとユーミン朝はね、ひらぎの作ってる人、同じ会社です。同じ人が作っているので、ぜひね、使ってみるといいかなと思います。で、そういうね、標準フォントを調べてたら、森沢のサイトにね、Viz UD ゴシック明朝っていうのが、無料で配布されてるのを見つけました。あんまりフォント持ってないよって人は、入れとくといいかなと思います。ただね、紙媒体とか、ウェブとかだったら、このボールドでも十分かなと思うんだけど、YouTube とかになると、このボールドの細さだったら、まあ、テロップならいいと思うけど、サムネイルとかだとちょっと弱い気がしますね。まあ、袋文字入れるとか、フォトショップで、ちょっと加工を立体文字にするとかだったら、それでもちょっと細いかなって気もするけど、まあ、フォント持ってない人だったら、まあ、テロップ文字に困ってる人とかね、いたら、これもおすすめですね。なんて言ったって、森沢が出してるやつだからね。ただ、UD フォントに関しては、まあ、ユニバーサルデザインフォントって言うんだけど、まあ、誰しもが読めるような文字を目指したフォントなんだけど、それに関してはね、ちょっとプロの間でもいろいろ言いたいことがある人はたくさんいるかなという UD フォントですけど、いわゆるね、綺麗なフォントではないんだよね。綺麗なフォントではないんだけど、読みやすさを目指したフォントっていうことで、UD フォントは覚えておくといいかなと思います。はい、次に紹介するのが、肉丸フォントです。これはね、女性系のね、YouTuber の人が使ってるのでよく見ますね。こういう風にちょっと丸っこくてね、可愛らしいフォントです。で、漢字もちゃんと用意されているので、すごい使い勝手がいいです。で、前の動画もフリーフォント出したんだけど、前の動画でね、M プラスに関してはいろいろ言ったけど、肉丸フォントは M プラスを使っております。だからね、まあ、安心安全のフォントかなと思いますね。はい、次に紹介するのは、先週も話したけど、ニコ文字タイプのね、
このニコニコ系のフォントは本当によく見るね。特にこの角フォントがよく使われているんじゃないかなと思います。僕ゲーム動画ばっかり見てるので、ゲームの人はねよく使ってるの見ますね。これは本当に見る。あとこの丸い系もね、たまにサムネで見ますね。サムネで見ますね。だから使い勝手がいいんだろうね。こう癖もちゃんとあって、ちゃんと読めるっていうのがいいかなと思います。ちょっと長文向きじゃないから、なんか突っ込むとか、なんか短文でなんかを言う時のテロップとかに使うと印象的なのでね、いいのかなと思いますね。はい、次に紹介するのがラノベポップフォントですね。これも本当によく見ますね。っていうのも、まあ袋文字にすると、まあ相性がいいっていうのもあるし、なんといってもね、M プラスフォントはもちろんなんだけど、M プラスだからこそ漢字がね、十分に揃ってます。第2の途中って書いてあるけど、第2の途中までで、まあ、十分使えるぐらいはあると思うので、まあ、そういった意味でも使いやすいフォントなのかなと思いますね。こんな感じで、ちょっとね、キッズ向けの YouTube でよく使われてるかなという気がしますね。うん。はい、次に紹介するのが GN キルゴ U です。これもラノベポップみたいな感じでよく見ますね。こんな感じで使いやすいのかなと思いますね。漢字もね、ちゃんと3087文字って書いてあるから、まあ十分だと思いますね。うん。はい、次に紹介するのがクイズフォントですね。これもね、袋文字にした時にすごいよく見えるから使われてるんじゃないかなと思うんだけど、これもよく見ますね。漢字もちゃんと十分に揃っています。第2水準まであれば十分ですね。次に紹介するのが吐き溜めです。これね、ホラーゲームとかで本当に使われてるの見ますね。これもいいんじゃないかなと思います。漢字もね、ちゃんと十分揃っております。うん。さすがね、YouTube で使われてるフォントってね、やっぱ使いやすいからみんな使っているんだなと思います。はい、次に紹介するのがコーポレートロゴフォントです。これね、現場でも普通の仕事でも使えるんじゃないかなと思っているフォントですね。うん、ちょっとね、長体がかっているとか縦長になっているフォントだから、 YouTube だとね、小さい画面の中にちょぎゅうぎゅうに詰められるっていう特徴はあるかなと思います。まあ、込み出しとかロゴタイプとかでもね、全然使えそうな、フォントかなと思います。漢字もね、十分ぐらいありますので、これダウンロードしておくといいかなと思いますね。はい、次に紹介するのが手書きフォントの D 手書き筆フォントです。手書き文字ってね、この性格とか年齢とかすごい出がちだから、使い勝手がねすごい難しいんだけど、VTuber の木月愛さんがよく使っているフォントでおなじみかなと思いますね。ああいう世代の、ああいう感じの、ああいう真面目系の人にはね、この手書きフォント向いてるんじゃないかなと思いますね。うん、こういう漢字もね、ちゃんと細かいところ直してるし、僕のね、昔の上司が使ってるの、一回使ってるの見たことありますね。うん、だからプロの現場でもね、全然使ってるフォントですね。うん。はい、次に紹介するのが、たぬき油性マジックフォントですね。うん、これ、チラシのね、フォントみたいな感じで、ダサいフォントだけど、YouTube のバラエティの感じって、ちょっとダサめが相性いいかなと思いますね。これ、今まで見てきた通り、少しね、ダサめのフォントが、YouTube って相性いいんだなっていう気がしてますね。そういった意味で、たぬき油性マジックフォントもね、いいのかなと思います。これもね、漢字がちゃんと揃っているし、こういうちょっとね、ごちゃごちゃ、賑やかな画面に作りたいときに、こういう油性マジック、手書きフォントを使うといいかなと思います。デメリットとしては、ちょっと読みにくいっていう部分が正直あります。手書きだとね、なんて書いてあるかわからないっていうのが、ちょっとデメリットはあるけど、こういうちょっとダサめの感じ、賑やかな感じにしたいときには、このたぬき油性マジックはおすすめかなと思いますね。はい、次に紹介するのは JK ゴシック M っていうフォントですね。これも女性系の YouTuber で使われてるのたまに見ますね。これも M プラス使っているので、まあ、なんとも言うけど、うん、M プラス使ってれば使い勝手はいいフォントなんだろうなと思いますね。こういうなんかちょっと幼女っぽい感じが漂うね、可愛らしいフォントになっています。はい、次に紹介するのが背伸びゴシックです。これもね、ちょっと潰したような長体系のフォントですね。
字幕で使うっていうよりはサムネイルで使うといいかなと思います。字体もねすごい可愛らしいし、ちょっとねペン書き手書きの感じもちょっと残しているので、そういった意味でこう親近感が湧くようなフォントかなと思います。はい、次に紹介するのはいろは丸です。これもねよく見ますね。これはね元の格ゴシックの派生フォントです。この元の格とか M プラスって何かっていうのは、あの前の動画見てもらうと分かるかなと思うので、ぜひ見てください。まあ、元の格を使っているので、まあ漢字もちゃんと揃ってるし綺麗なフォントかなと思います。ちょっとねあの視点の部分、書き始めの部分とか終止点とかにねちょっと癖が残っているんだけど、わざと残してると思うんだけど、こういう手書き感が少し残っているフォントなので、まあテロップとかに向いてるかなと思います。ウェイトがちょっと細すぎるのでサムネだとちょっと潰れちゃうのであまりおすすめはしませんけど、字幕で使うといいかなと思いますね。うん、あと袋文字とは相性悪いかなと思うので、そこら辺は気をつけてください。試し打ちもねできます。はい、次に紹介するのが学び屋です。ずっとね同じサイトを見てますけど、このサイト見てた時に、あ、これいいなと思ったのがこれで、これ見るとね明治時代の教科書を元にしたって書いてある通り、ちょっとね癖があって時代を感じさせるフォントですね。この文字組み見ると、さっきフォラー系のフォントでフリーフォント紹介したけど、ちょっとね大人びた感じで、より怖さがね増すようなフォントになっているかなと思いますね。こういうふうに文字を組んであげるだけで十分怖さが伝わってくるかなと、そういった意味でいい文字だなと思いましたね。はい、次に紹介するのが機械彫刻用標準書体フォントです。これねどういうフォントかというと、これで使われているフォントです。よく見ると思うんだよね、街とか普通に暮らしてたら。これね実はフォントになっています。まあ、有識者の人がいて、その人がねフォントに作り上げたっていうフォントなんだけど、数も多いしすごい文字としてもね、丸ゴシックみたいな感じでとっても可愛らしいよね。でこの一番トップが見るとね、すごいテロップ用にとてもいいんじゃないかなと思って紹介しようかなと思います。巷ではすごい有名なフォントですけど、こんな風にねこういう風ななんか看板のデザインしたいとかねするときにいいかなと思います。はい、次に紹介するのがニタラゴルイカです。さっきもね言ったけど、ちょっとねダサめのフォントが YouTube だと向いているかなって言った部分で、この7とか7から8にかけてのこのウェイトの幅で使うと、YouTube 動画だと相性いいかなと思いますね。この7から9ぐらいだと、あの袋文字にした時にもね綺麗に袋文字になるフォントかなと思います。これもねちゃんと漢字が揃っていて使いやすいフォントです。で丸ゴシック探してる人はこれかなと思います。ニタラゴレラフォントの丸ゴシック、なるべくねフォントは揃えた方がいい。種類もその家族は揃えた方がいい。フォントの家族はね、この格号を使っているなら丸ゴシック使うときは同じ家族の丸ゴシックを使ってあげると紙面がね綺麗になります。あの近所から呼んだ、まあ、友達を呼んで全く性格が違う人を読むと画面がごちゃごちゃしちゃうので、あのなるべく種類があるものがあればその種類に沿った書体を使うっていうのが、まあ、デザインの基本かなと思いますね。はい、次に紹介するのがルイカっていう名前なのかな、ルイカ書体です。これもねちょっとダサめのフォントなので、あの相性いいかなと思います。さっき紹介した漢字よりはもうちょっとあの大人向け、これとこれね見比べると全然違うと思うんだけど、もう少し大人の漢字、もうちょっと真面目な漢字、もうちょっとテロップが前面に出てほしくない、読んでほしいけど出てほしくないっていう時はこの書体はいいかなと思いますね。ひらぎの持ってる人はねひらぎのの方がいいと思うけど、持ってない人はねこれでいいかなと思います。はい、次に紹介するのが丸ゴシックですね。レラっていうフォントで、これ丸ゴシックなんだけど字体が綺麗だなと思って、なんか教科書で普通に使われてそうなフォントだなと思って、そういった意味で紹介しようかなと思います。癖のないプレーンなイメージの丸ゴシック、癖はないんだよね、癖がなくていいなと思いました。漢字もねちゃんとあります。はい、次に紹介するのが僕がね本当に好きなフリフォントを紹介しようかなと思います。その名も三浦ゴシックです。
で、三浦ゴシックの久しぶりにサイト行ったんだけど、もうね、ダウンロードできなくなってるみたいで、でもみんなに紹介したいと思って調べたらね、ちゃんとフリーフォントで落とせるところがありました。で、さっき試してやってみたらちゃんと落とせたのでね、ここ URL 貼っとくので、ぜひダウンロードしてみてください。手書きフォントです。手書きフォントなんだけど、すごい可愛らしいね、可愛らしいフォントで、こういうごちゃごちゃごちゃって文字潰れてると思うんだけど、これもね入っています。ちょっとフリーフォントで入ってるかどうかわかんないんだけど、これも入ってるフォントで、仕事でもね何回か使ったことがあるフォントですね。なんかキャラクターが喋ってるみたいな時に使いましたね、確か。で、同じようにね、ちょっと紹介したいフォントがあって、 KF 手書きフォントなんだけど、 KF ひまじっていうのも使いやすいです。手書きなんだけど読みやすいっていう部分でもすごくいい、好きなフォントですね。この KF ひまじもぜひダウンロードしてみてください。 YouTube でもね、なんか字幕なんか喋ってる、吹き出しからなんか喋ってるみたいな、よ赤ちゃんとかちっちゃい子はね喋ってるみたいな時に使うとね、すごい読みやすいし使えるフォントかなと思いますね。おすすめです。はい、今日は以上になります。いかがだったでしょうか。フリーフォントをね2回に分けていろいろ紹介していきました。こう見るだけでもね、かなりの数があるんだなって分かっていただけたかなと思います。まあ文字によってね、こう性格とか個性みたいなところがあるので、まあ自分の気に入った書体でもいいし、自分に合った書体をね見つけていくっていうのは大事かなと思います。これからもねフリーフォントどんどん増えていくと思うんだけど、フリーフォントね、いいなと思ったフリーフォントを見るときには、必ずねライセンスは見てください。なんかコピーライトしないといけないとかあったり、まあその作者によってねいろいろあるので、あとは商用利用が OK かどうかっていうのは必ず見るようにしてください。あとはね、漢字の種類がどれだけあるかっていうのが、まあ個人的にはここが一番大事かなと思います。せっかくいい気に入ったフォント見つかってても、通常業務とかなんか使うときに漢字がなくてひらがなに置き換えちゃうとか、カタカナに置き換えちゃうとか、言葉が使えなくなっちゃうっていうのがすごい悲しいことなので、こういう肉丸フォントみたいに M プラスが元になってるのに関しては、もう漢字は本当に十分ぐらいあるので、第一水準っていうのがこの教育漢字、まあ常用漢字のことです。まあ実数規格の中に、漢字の中の実数規格だと思っておけばいいかなと思います。工業なんとか規格ってやつね。で、第二水準っていうのが、まあ教育とか常用漢字以外の、まああんまりない、あんまり見慣れないけど確かにこういう漢字あるなみたいな漢字いくつかあると思うんだけど、それが第二水準漢字です。まあこの第二水準まで作ってれば全部使えると思うので、普通のお話し言葉とかはね使えると思うんで、ここはちゃんと見るようにしましょう。あと作業環境だね、作業環境もあまりにもね古いフリーフォントだとバグが起こったりするので、この辺もよく見るようにしておきましょう。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てください。バイバイ。生きも苦しいのに。